STS-95 クルーム会千秋5月6日隊は日本人女性初の宇宙飛行士。学位は医学博士。1994年にスペースシャトルコロンビア号を1998年にスペースシャトルディスカバリー号に登場した。2015年4月から東京理科大学特任副学長兼スペースコロニー研究センター長。これまでに 国際宇宙大学客員教授、宇宙航空研究開発機構特任参与、宇宙医学研究センター長、日本学術会議副会長を歴任している。夫は、病理医の向井茉莉夫。群馬県館林市出身で、実定は、釣り市の広内藤。父は中学校の理科教師で、母はカバン店を営んでいた。館林市立館林北小学校から、 縦林市立第一中学校へ進み、この頃医師を志すようになる。そのため、学校群制度が施行されて間もなかったとはいえ、東京大学に多くの合格者を送っていた東京都立日比谷高校からの医学部進学を志望した。親を頼りに自ら中学2年時に上京し、品川区立江原第二中学校に転校した。高校受験では、 東京都立日比谷高等学校、双葉高等学校、慶応義塾女子高等学校に合格し、日比谷高校に進学しようとしたところ、当時学園紛争の嵐が吹き荒れていた、日比谷高校の状況を心配した母親、三津が慶応女子高校を選択した。慶応女子高校時代は、医学部進学を目指して、7人もの家庭教師をつけたという、 伝説が生まれたほど勉学に勤しんだ。当時、慶応女子高校から、医学部への内部進学ワークは、定員3名と極めて狭き門であり、歴史や漢文、体育のリトミックを苦手としていたことから、内部進学を、高校2年時に断念し、一般入試に切り替えた。その結果、現役で、慶応義塾大学医学部医学科に合格を果たした。練習のハードさで、 曰くつきだった。当時の医学部スキー部に入部し、大学5年時には、東日本医学部スキー大会の開店で優勝。大回転では3位に入賞した。下界となってからは、慶応義塾大学病院では、慶応義塾大学出身者としては、女性下界第1号に当たる。下界をしていた1981年に、 カイリ大動脈瘤で入院した石原雄二郎の担当医の一人を務めている。この時の白衣が寒風の道義に似ていたため、雄二郎から寒風姉ちゃんとあだ名をつけられている。1985年8月10日、宇宙飛行士3人の発表があった。宇宙飛行士は操縦担当のパイロット、船外活動のできるミッションスペシャリスト。 実験担当のペイロードスペシャリストに分けられるが、向井も含めた外国人搭乗員は p s 要員に当たる。当時、操縦手や MS は機密技術の点で外国人に触れさせない NASA の方針からであった。1994年7月8日から23日、スペースシャトル。 コロンビア号でのミッションに、ペイロードスペシャリストとして参加。金魚の宇宙良い実験もした。この時の宇宙滞在時間は14日17時間55分で、女性の宇宙最長滞在記録を更新した。1998年10月29日から11月7日、スペースシャトルディスカバリー号でのミッションで2度目の宇宙飛行。飛行中に、 宙帰り何度もできる、無重力という単価の紙の句を読み、これに続く下の句を募集し話題となった。宇宙開発事業団によれば、14万5千種の応募があったという。趣味は、スキューバダイビング、テニス、ゴルフ、アメリカ文学、旅行、スキー、アルペンスキー、バス釣り、写真。ありがとうございます。